何ヶ月か前かぐらいから左の肩がちょっと痛くなってまして、上げたり、あとねじったりとか、結構日常生活でも痛みが出てきているので、ほぼ五十肩みたいな感じですね。うん、こうだと、ここら辺がもう痛い。腰が痛いですか？そうそう。仕事と直結するので、できるだけ早く直していった方がいいですね。まあ、肩の問題はもうあるなっていうのは、この段階でわかりますね。でも上がらないです。いわゆるフローズンショルダーっていう状態。また若干何かしら引っかかりそう。っていうような、この辺の問題がちょっとありそうですね、今の段階では。足の重さもまあまあ重たいんですよ。こうなってると、まあ水分とか、あとは栄養素とかの問題もちょっとありそうだなっていうのも感じられますよね。いや、朝が辛くて、だんだん動かしていくと多少は動くようになる。なるほど。まあ循環系の問題ですよね、そうすると。で、肩も言ってしまうと問題ないです。手も上がらない。なんででしょうね。屈曲、首の屈曲ですね。がちょっとしづらいね。胸椎1番、2、3。3番が動いてない。硬いですね。3番の肋骨が硬さがあります。逆にここをカバーしときながら、めっちゃ重い。ああ、全然重い。ので、ここがおかしい。バランス整ってからの方が、ちょっと大事そうなんで、一回一気にバランス取っちゃいます。かなり動きが激しく動く人もいれば、こんなに動かずにスッと取れてくる人もいますね。バランスが整っているので、1、2、3。一応動きは出ました。上がります。3番。ちょっと3番の右側が残ってますね。で、自分で今上がってみます。上がりますね。こうしたけどですけど、本当全然さっき言ってっていうのがないです。ただやっぱり上げると、この角度を変えると、やっぱりまだ引っかかりになる。ただ、さっきは全然上がらなかったんで、上がるレベルとしてはだいぶいい。で3番の、まあ、右。まあ、さらに良くなる感じの。6番。この左が動きが上がりそう。これ直していいかどうかですね。体に聞いてみる。直す力がありません。じゃあ、これ飲んでいいですか。で、口の中でちょっと転がして、もう一回上げてみてください。あ、ないです。本当に。ないです。全然。引っかかりが。ちょっと残ります。残ってます。これはあくまでも痛み取るものではないので、薬ではないので、そこだけあれですけど、これはもう歪みとは別なんですよ、ね。だいぶ滑らかには動いてます。ただやっぱり90度で外、後方には行きづらいですね、状態で。これでちょっと僕3番押さえてるんで、はい、ちょっと後ろに行きましょう。さっきからいいですね。いいです。若干残ります。ちょっと一回、戻しますね。離しますね。離した方がいいかもしれない。いいかもしれない。はい、こっちはどうですか？いいこっちの方が良さそうですね。一応こっちの方が良さそうなんで、3番よりも先にこの6番から調整していこう。この関節というよりは、多裂筋とかそっちの方になってるっぽいので。一応僧帽筋で反応はしてます。一応動きとしてはありそうですね。あとはこういうので、変わるかな。一応変わりますね。塗っちゃうと。で、別に普通に塗っただけですね。で、動かします。ああ。本当に。全然。すごい。ちょっと待って、少しあります。真横は引っかかりっていうか、抵抗ありますけど、引っかかりがもうなくなってます、ね。本当に。もう大丈夫ですね。ほぼ大丈夫です。もう大丈夫です。洋服の雰囲気とか結構この大変な感じだったんですね。はい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 。は